はい、お待たせしました。続きまして、CSB マルコさんでございます。基本はジャズ・フュージョンのバンドですが、 TM ネットワーク、ビートルズなどのポップスも演奏します。子供からお年寄りまでみんなで一緒に楽しめる演奏を心がけています。トークはバンドメンバー全員で行い、漫才のようで楽しいですということです。面白いです。面白いです。よろしくお願いいたします。漫才です。よろしくお願いします。
さん。 MC MC 電波紹介しようか。皆さん、こんにちは、CSD ホルモンと申します。よろしくお願いします。今日30分ほどこちらで演奏させてもらうんですけど、ちょっと MC 務めさせてもらいます。まずちょっと、ね、メンバー紹介させてもらいますね。では、皆さんから見て右側ですね。キーボード、担当します佐々木さんです。そして、皆さんの、ベース、そこからキーボード担当してますエイシンさんです。そして、最年少ながら、リーダーさせてもらいます、ドラムのアキラと申します。よろしくお願いします。そのキーボードをね、サチと私夫婦でしてね、なんかいつも怒られてるんだよ。ね、今日怒れた。まあ、ね、怒らすようなことをせんかったらな。いつもせえへんよ。いつもせえへんよ。心がけてくれるから。え、何よ、いつも怒られてる。管理もちゃんとやるでしょ。そうやることやするから、私は怒らへん。ああ、やることやらずに怒ってるな。まあ、今日は仲良くしようかね。な、はい、声怒ってますけど大丈夫ですか。ちゃんと怒ってませんから大丈夫ですから、ね、大丈夫大丈夫。練習やったらいつもプロデューサーしてるね。大体どっちかでプロデューサーしてますな。で、ね、いつも止めてくれるのあるじゃん。どう考えても何で一番下が止めたのか誰だろうね。だから僕ら二人がどっちかリーダー多分収集しかなかったもんね。まあな、夫婦の中ではね、リーダーが二人いらんから、そう、まあ、私についてきてくれたらいいけど。やるこんな感じですか。で一生練習が終わらない。一生練習はもうカカア殿下さんと、まあカカア殿下は反対的ですけどね。はい、で小塚あげたな。小塚あげたな。ああ、ありがとう。全然会話になってないですよ。じゃあそしたらですね、次の曲はですけど、グローバーワシントンジュニア演奏しましたよと、ジャストザトゥーオブアス演奏します。